はいそれでは見た映画の内容についてお話ししていきますまず最初はこちらですこちらですね都内だとシネリーブルとテアトル新宿の2巻で私が見に行った時は上映されていてどちらもあ、えー、とまず監督が本広克之監督で原作はえっ、ー、と原作というか これをテーマにみたいなもので、押井守さんの夢見る人というのが原作になっております。で、まあ、ビューティフルドリーマーって聞いて、大体の方が、あれうるせえやつら ?2? ビューティフルドリーマーとなんか関係あんのかなとか、ちょっとタイトル見ただけで思うと思うんですけど、まあ、原作も押井守さんの夢見る人だったりとかもするので、 そう私も見る前は全然あの同じような内容なのかなとか思いつつでもポスター見るとラムちゃんみたいな感じのキャラクターの実写の人間のやつなんですけど作品なんですけどポスターにラムちゃんとかこれラムちゃんじゃないかなみたいなのとかもいたりとかして。 なんか内容をちょっとオマージュされてるのかなとか思いつつ見たら、おお本当にめちゃめちゃ楽しめました。あの、うるせいやつらってビューティフルドリーマー、もともとすごく好きなので、あの、あこのシーンはとか、あこのセリフはみたいな、あこういう言い方はもう本当そっくり素晴らしいみたいな感じなんですね。で、あの、セリフももちろん、と役名も、 うんっていうか登場人物のほとんどが、えー、と本人の名前とほぼ一緒ででちょっとでももう順番がちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうんですけど話す順番が。でちょっと戻,戻るとこの映画を見終わった後とにもうパンフレットすごく欲しくてパンフレットを買おうと思って買いに行ったらもう売り切れてて。 でもう一個あったんでそっちにも行ってもそっちも完売してていやーそりゃこりゃ完売するよなーって思いつつ調べたらあのもう上映都内は終わっていてどっか地方遠方でないかなと思ったら千葉で唯一上映していてで電話をしたらあのパンフレットの在庫があるとのことであの親戚がちょうど千葉に住んでいて、あ。のー 企画だったので頼んでなんと送ってもらいました購入していただいて、えー、嬉しい <laughs> ね皆さんこれちょっと見覚えある人もいるんじゃないですかこの学校ねちょっとこのパウレットの色合いもすごく素敵です映像研究会のお話なんですけれども。 ちょっとあのストーリーだけ読もうかなはいストーリーを読ませていただきます誰にも完成でききなかったく付きの台本目指せククランクアップとのことで翌日に迫った文化祭の準備に追われ戦勝美術大学の校内は学生たちの熱気と喧騒に包まれていたもうねえうん でそんな中、例年通り文化祭で展示も発表もしない映画研究会の部室だけはいつもと同じようにまったりとした時間が流れていた。この文化祭の準備に終われっていう時点でね、もうビューティフルドリーマー、ね、見たことある人はおおってなるんじゃないですかね。で、しかしその朝、部室の片隅に何かあるという不思議な夢を見たサラは本当に古い段ボールを見つけてしまった。 その中には古い脚本と演出ノート1本の演出ノートそして1本の16ミリフィルムが入っていたそのタイトルは「夢見る人」早速映写してみるがなぜかその映画は未完のままだったそこにふらりと現れた OB の匠先輩は彼らにこれは撮ろうとすると何必ず何か恐ろしいことが起こる OB たちの間では曰くつきの映画だと告げるしかしこの映画にすっかり見せられたサラは これ私たたちちでやってみないと部員たちにもアピール。監督はさらが担いそれぞれ担当英検のメンバーで担当していくんですよ。で一致団結して初めての映画制作への挑戦が始まるというちょっと長いので途中カットしますがそうそのね映画を撮っていく中で。 夢見る人なんでこれは現実なのかどこからが現実でどこからが夢これは夢なのか現実なのかみたいなそういう不思議な気持ちにさせてくれるでしかもその「あ鳥肌立っっちゃったあのうるせえやつらついビューティフルドリーマー」を見てる見たことがある人からするともうわっってねこう鳥肌の立つようなシーンもあるので。 ああ、見てほしい。でももうちょっと上映終わってるので、どっかでね、配信されるのを待ちましょう。なんかちょっと上手に紹介できなかったけど、でも見てほしいな。これを見る前に、まずは、うるせえやつだ、2ビューティフルドリーマーを見てほしいな、って感じです。はい。